改めまして中村です。マフィア課長です。やっぱりその、機械の体的な話でいくと、うん、俺の好きなのは広角機動隊が好きだから、擬態だね。ですよね。うん、だから、俺は家に擬態を2つ用意するね、じゃあ。2つ二つ。一つはなんかもう、筋肉ムキムキマッチョマンの変態だみたいなやつと、もう一つは美少女の擬態を用意して、ちょっと待ってください。日によって切り替えていこうかな。え、中田さん美少女願望あるんですか？美少女でチヤホヤされたいだろそら、どう考えたって人生のハードルが下がりきってるじゃん。突然のカミングアウトです。これは俺の偏見なのかな。美少女自体が人生のハードルを下げるかっつうと、うん、怪しいかもしれないですね。そう。現実世界では。そうだろう。なんか、女同士の間で何やかんやあるみたいですよ。うん、可愛すぎても。そんなやつ。生きづらいみたいですよ。そんなのと付き合いを持つ必要ないじゃん、別に。俺もそう思うんですけどね。どうも。だってネットでチヤホヤされるんだろ、うん、ネット。生間さんが大体のオタサーの姫でしょ、これ。あ、そうですね。確かに、確かにそうかもしれない。ネットでマスクとかして配信するやつでしょ。確かにそうかもしれない。配信しちゃうな、擬態で。でもまあ、どうせ擬態作るんならね、普段とは違うものを作りたいですけど、さっき説明したじゃないですか、精神との乖離が激しすぎると崩壊するって。あ、肉体に引っ張られるんですよ、精神って。え、そうなんだ。じゃあ俺どっちも、じゃん。筋肉ムキムキマッチョマンの変態だろうが、美少女だろうが、なんか、おかしくなり始めんの俺。でもね、女の子の体は危険だと思いますよ、正直。それは、バーチャル YouTuber を見てて思いました。あ、そう。メスっぽくなってくるんですよ、男でも。あ、本体が？本体が。あれだ、ぬいぐるみ、着ぐるみの中に入る人ってさ、うんうん、女子のに入る人が、うん、細かい動きが女子なんだ。そうそう。